すごく綺麗なお姉さんと思ったのが、映像を見ると力強い声だったりとか、あの性格っていうかギャップにすごく驚いて、表すとこっちっていうよりは外っていうか、強い動きっていうのは今回すごく大事になってくると思うので、私の今まで得意としてた分野が入ってくるんじゃないかなと思ってワクワクしてますし、スケーターが滑る風っていうのを感じれるのがアイスショーならではだと思ってて、こっちに走ってきちゃうんじゃないかって、こっちのとほらって来ちゃうんじゃないかってぐらいの迫力がきっと作り上げられると思うので、初めての方でも気軽に来ていただけたらなと思いますね。